はい、ターンダッシュですね。肩のターン前 7.5 メートルからダッシュしていって、ほんでターンして浮き上がりのところまで、そこまでをね、ちょっとダッシュでやってます。50メートルを1分20秒サークルで5本ですね。はい。でポイントはマックスね、マックスのスピードでガーって突っ込んでいって、ほんでターンして浮き上がってくるというね。練習中は結構ねゆっくりとしたね。ターンで体に染み付いてる場合があるんで、こういうターンダッシュをしてね、ちょっと体をね速い動きにも慣れさせるという意味合いで、ね、スピード上げた状態でもきっちりいいターンができるようにトレーニング積んでます。はい、はい、20秒前。でポイントは何回も言うけど、全力でしっかりと突っ込んでいって、ほんでターンしてね、で浮き上がりも完璧に決めてくるっていうトレーニングです。はい、あと1本だけ動画撮っておきます。はいはい、はい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 、一応 50m 想定してるんでね、ターン前は、呼吸専用に、やっていってくださいね。はい、 OKOK、 はいはいはいダッシュするポイントがちょっとあれやな、ちょっと遅いなはいはい、 OK。